はい、今回のロスジェネなんですけども、お便りです。男性76歳七子の遺言というタイトルで、さらにロスジェネさんへというふうに書かれております。76歳男性からのメッセージになります。私は76歳の未婚独身元日雇い労働者、正社員経験なし、人間関係は苦手、贅沢の経験もなし、親は戦争で死亡、物心ついた時からの親戚育ちということでございます。でね、人生のことについていろいろ書かれた後ちょっと端折りますけども、12歳で就職、坂道の下で第八車を押す仕事から始め、道路工事や新幹線のトンネルの清掃などをやってきたということですよね。で、学歴は今ねお話した通り、ほぼないということですね。小学校出て12歳で就職ですから中学も行ってないということなんでしょうね。で、そっから独立して一人で暮らし始めるんですけども、当然家などはない寝なし草ですか。で、たまに、人の仕事の手伝いをすることによって日銭を得て、それでなんとか、その日の食事をしているみたいな感じだったんですよね。で、学歴もない、保険も入ったことがないと。本当のロスジェネとはこういうものじゃないかっていうことで、まずは書き出しがまとめられています。で、こういうふうにここからね、この方の感想なんですけども、ロスジェネさんの言い分を聞いていると、時代のせい、国のせいでこうなったとしか言っていないように聞こえるが、随分いい時代に生まれて育ったんじゃないのというふうに問いかけてますね。で、さらに40とか50代でもう手遅れだとかね、冗談じゃないよと、私の前でもう一度言ってみなよというふうにちょっと怒ってるみたいな感じですよね。で、さらにこういうふうにも言ってます。十分恵まれていたんだよ、それを全部不意にしたんじゃないのか、明日でいいや、いつかはきっとって。で、ここからまた自分の人生を振り返ってるんですけども、76歳の男性このように言ってます。私は人生何もなかった、ただ食べて寝て終わり、恋人もなかった、でも今平和な日本を見れてよかった、すきっ腹を抱えて足跡がついて落ちている白菜の切れ端を食べて仕事に向かった12歳の頃、求めてやまなかった豊かな日本が今ここにある、戦争で何もかも失った時代に生まれた私たちが作ったこの豊かな日本がどうしても気に入らないなら、あとは自称ロスジェネの君たち若い40代50代の世代が好きなように作ればいいんだよ、本当の本物のロスジェネからの遺言だと思って覚えておいてくれ、以上だというふうに話されてましたけどもね、何とも考えさせられるようなことだと思います。確かにね、40代50代私たちの親世代ってのは戦後間もない時期に生まれた、もしくは私の両親もそうですけども戦中に生まれてるんですよね。昭和20年終戦の頃にはもう物心ついていた世代なんですよ。そっから日本全国が焼け野原で、工場もない、港もない、空港もない、飛行機もない、船もない、当然自動車もこれからっていう時に生まれ落ちて、何もないところから非常なインフレですよね。たくさんの人が食料や物を欲しがったんだけども、供給が全然足りてないですから、生産施設もないし、物流もないわけですからね。それこそ闇市というね、とんでもなく法外な金額の商品を買いながらその日を食いつないでいたっていうのが当時に昭和20年代だったと思います。それから豊かに食べていきたい、仕事ができるような環境が欲しい、夜でも電気が欲しいというふうに、今私たちが当たり前に享受しているものが当時はないのが当たり前で、そして働いて働いて10年後20年後30年後豊かな日本、もう一度日本というふうに昭和39年の東京オリンピック、そこに結びついたわけですよね。でも実際東京オリンピックにしても大阪万博にしても、それを楽しめた人ってのはそんなにいなかったわけなんですよ。日本は誰かが豊かになっていくなっていうのを見ながら遊ぼしよぼしで働いていて、気がついたら自分の年齢も40、50、その頃には自分の子供がいて、自分の人生はほとんど子供たち、社会、家族に捧げてきたけども、でもいつかはこの子供たちが豊かな日本に暮らしてくれると信じて、さらに働いて、気がついたら70、80と
人生の調整に入っているということだったんでしょうね。で、この今回お便りいただいた76歳の男性なんですけども、多くの同世代の人が幸せを手にする前に死んでいった。でもそこに自分の生きがいや人生の意味を持つしかなかったというふうにね、振り返ってますね。で、今回の男性は自分は独り身のままここまで来て何もいいことがなかったということを考えると、今40代50代でロスジェネだって言われてる人とほぼ状況は同じなんだけども、でも一つ違うことがあるとすると、何もないところから現在の何もない人生にたどり着いたのか、それとも生まれた時には教育があり、水道があり、電気があり、なんならスマホもあって、それで幸せを感じれないのかっていうところだというふうな形でね、いろいろとまとめられている文章でしたね。はい、じゃあ今回のロスジェネは以上ですけども、ロスジェネ、本当のロスジェネ、それはこういったところにいるのかもしれないですよね。こんなことも言われてました。まあ時代のせいでロスジェネが生まれたとしたら、じゃあロスジェネ世代でもないわしらは自己責任でこうなったとお前たちは言うのかっていうふうにね、まあそれをね、ちょっとね、厳しい表現で書かれていた部分もありましたね。はい、今回は以上です。ありがとうございました。